はい、マグネットの内側のカバーですね、付け終わりました。そうしましたら今度、ここのところにね、リーカンをつけていきます。で、リーカンは何センチだこれ、2センチ幅のものですねを使っています。この鉢の縁編み、こちらも縁編みを残して間に 1,2,3,4,5,6 7目あります。なので、この左右2つを除いた真ん中の3つに対してこのようにつけていきます。2目残ってます。こっちも2目残ってますね。で、この3つの目に縫い付ける感じ。はい。で、これでしっかりとつけることができました。裏側もね、あまり全然目立ちませんね。で、あとは裏側で糸処理をしていきますけれども、適当でいいんです。もう抜けなければいいので。でもぐるりと一周回すような感じでいつもやってます。結構ね、この縫う作業とか手間だったりしますよね。ただやらなければポーチとして使えるんですけれども、今回ちょっとどうしてもポシェットが欲しくて作ったんですよね。で、そうしましたら編み方、どうやって編むのって聞かれたので、今回このね動画をアップすることになったんですけれども、動画撮り始めるとね、いろいろと言い回しの癖っていうのがあって、この端取っちゃいます。こんな形でとか、こんな風にとか、こんな感じでとかっていう言い回しがね、どうもなんか自分の癖が目立ちますよね。普段喋ってると気づかないけど、動画編集してるとなんか妙に耳障りというか、なんでこんな言い方するんだろうなって感じですけど、はい、それでは反対側もね、同じようにつけていきます。はい、バッグの部分が完成いたしました。で、あとはですね、こちらのね紐の方をつけていくんですけれども、はい、こんな感じでですね、こういう髪の毛とかね、静電気でついてくるんですけれども、110ですけれども、ちょっと余裕見て120の2本取りの4倍ということで、9m60 ですね。960センチなんで 9m60 ですね。一応ね、最後ここだよっていうことで、まあ、こういう風にちょこっとキュッと蝶結びみたいな感じでね、で、ほどけないようにこういったクリップを準備してこうやってます。はい、もう紐をねまとめてしまいましたけれども、ここをナスカンに通して、で引っ掛ける方で、こちら引き抜く方ですね、580の方です。で、
き抜く、かけて引き抜く。もうだいぶ紐がシワシワになってきちゃったんですけど、まあ、スレッドコードでショルダーの部分なんで編み目はそんなに気にならないかなと思います。でこれで、110ですね、このナスカンの部分まで入れて110センチ編んでいきます。はい、110センチになるように編んできました。ナスカンの最初のね、ここの部分から端の部分からずっとこうかかってきて、このコードギュッとね伸ばした状態でかかります。50 60 70 80 90ですね。で100で、ここにもう一つのナスカンがつくので、あ、ちょっとほどいて大丈夫ですかね。2目ほどけば大丈夫そうですね。でちょっと2目ほどきますね。2目ほどいて、ここで110ですね。ナスカン入れて110のところまで来ました。それでは最後ナスカンの取り付けて終わりにしたいと思います。でこちらももう外しといていいですね。で、ここまで来ましたので、あとここに同じようにナスカンを入れて最後引っ掛けて引き抜いて、この最後こちら側ですね、かけてた方で引き抜きます。で、あとはもう切り取って閉じていくので、同じ長さで切り取って感じですね。でギュッと絞っていただいて、でこの2本をこの中に、糸始末していきます。はい、ようやく完成いたしました。やっぱりこの紐がね一番厄介かなって私も思ってます。で大体ですね測っていきますね。2つ折りにした感じで、ちょっと画面がね狭いので、ここから測っていくと55ですね。110になってます。はい。で、こちらのバッグにこのように引っ掛けて、はい。というわけでようやく完成いたしました。もしね、
寝かずとか、それから、ちょっとここよく分かりませんでしたっていうところなんかがあれば、ぜひコメントの方いただければ、また改めてそこの部分だけの追加動画を、出せたらなと思ってます。そして、まあ、概要欄のところにね、チャプターとかもご用意してますので、分かりづらいところをね、結構私無駄な話してるので、飛ばしていいところもありますので、飛ばしつつ大事なところ、見たいところだけ繰り返し見ていただく感じで、ぜひ作っていただけたらと思います。でこのナス缶なんですけれども、これはセリアさんで4個で100円でしたので、2個使ってますから50円ですね。で、糸代がだいたい50円って感じですかね。で今回ねちょっとね少なくなりました。だいぶね失敗して、こんな感じでね、無駄な糸を使ってしまった分もありますので、なのでちょっとね少なめになってますけれども、ですからこれが100円だったのが70円分ぐらい使ってるかな。とあと、このマグネットですね、マグネットも100円で、なので150円、200、やっぱり200円ちょいですね。で完成しますので、で中もね結構ねたっぷり入ります。ちょこっと出かけて行く分には邪魔にならないポシェットだと思いますので、ぜひよろしかったら作ってみてください。長い間最後までご視聴いただきありがとうございました。